札幌中島体育センターは NWA 認定のインターナショナル世界ジュニアヘビー級の選手権試合、挑戦者インディアンレスラー若市を燃やします。ジェイ・ヤングブラッドがリング上に先に入場してまいりました。これより第11代の NWA 認定インターナショナル世界ジュニアヘビー級選手権者、チャンピオンの大仁田氏が登場してまいります。2年間にわたります海外遠征ですっかりとたくましくなってまいりました凱旋帰国大仁田篤、垂れ幕もかかりました。そしてご機嫌なナウイサウンドのテーマミュージックもできました。 NWA 認定の第11代インターナショナル世界ジュニアヘビー級の選手権者、24歳サンダーファイヤー全日本プロレスの彗星であります大仁田篤が登場してまいります。頑張れ大仁田の旗が揺れています。花道を通ります若きチャンピオン大仁田篤、本当にたくましく成長いたしました。赤銅色の肌気にあっています。そして人懐っこい目、24歳の大仁田篤、2年間の海外生活で得るものは大変大きかったと言っています。このチャンピオンの大仁田篤、日本での初防衛戦、今リング上に姿を見せました。NWA 認定インターナショナル世界ジュニアヘビー級チャンピオン大仁田篤であります。試合に参加しまして日本テレビ並びに札幌テレビより両選手に花束の贈呈でございます。タイトルマッチに先駆けまして日本テレビそして札幌テレビから両選手、チャンピオンの大仁田篤、チャレンジャーのジェイ・ヤングブラッド、レフリーのジョー・樋口に今花束が贈られました。リング上ではこれよりタイトルマッチ宣言であります。チャンピオンベルトの返還、一旦このチャンピオンベルト本部席に返されます。ご覧ください、去る3月7日ノースカロライナシャーロッテクロシアムでチャンピオンのチャボゲレロを破って第9代のこの王者につきました。そして一旦はメキシコで王座を渡しましたが、すぐにその王座に返り咲いて現在第11代の NWA 認定インターナショナル世界ジュニアヘビー級のチャンピオンは大仁田篤、初防衛戦NWA インターナショナル世界ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。長岡から挑戦者225番のジェイ・ヤングブラッド、これまたヤングパワー24歳のジェイ・ヤングブラッドであります。長岡から NWA インターナショナル世界ジュニアヘビー級選手権者218番の大仁田篤、そして彗星第11代ヘンガベレー認定インターナショナル世界ジュニアヘビー級チャンピオン大仁田篤、3度目の王座防衛であります。この防衛戦また銅にチャンピオンベルトを巻くことができるかどうか、大仁田篤。さて山田さん、日本での初防衛戦、本当に今日は体調はどうですかというふうに聞いてみたんですが、まあ、素直に絶対にですね防衛したいんだ、もう日本のファンの前で王座防衛したいんだというふうに言ってましたが、その話ぶりを聞いてるとさすがに緊張しているなという感じだったですね。これはやはりね、緊張するなと言っても無理でしょうね、はい、海外修行2年間やっと手に入れた世界王座、その久々の日本でですね、母国のファンの前でファイトをするってどうしても固くなってしまいますね、はい、しかしこれはチャンピオンですからね、その気持ちをね無理でもリラックスさせて王座を守ってもらわなきゃ困りますね、はい、来日前にエルファルコンの挑戦を退け、その後ドン・ダイヤモンドの挑戦も退けて2度防衛して日本に帰ってまいりました。今夜の札幌中島体育センターが3度目の王座防衛戦、若きチャンピオンの大仁田篤であります。まあね、はい、このチャンピオンにもいろんな方があるんですがね、大仁田君のようにこの若いチャンピオンというのはね、むしろあのディフェンディングに回るチャンピオンではなくて、はい、攻めのチャンピオンであってほしいですね、はい、自分の方からどんどん積極的に攻めていく、そういうチャンピオンであってほしいと思いますね。さあお互い序盤戦手の内を探っています。白いトランクス、赤銅色大仁田氏、チャレンジャーの黒いトランクス、長髪が
ジェイ・ヤング・ブラッドであります。一見してわかるんですがね、はい、背中から肩にかけて の筋肉非常に綺麗に発達しましたね。まあ、脅威がですね、大に達し120センチ、おっと細かいテクニックを見せる、バックを取りますジェイ・ヤング・ブラッド。大に達しは脅威が120センチ、そして力こぶを作りましたら腕回りがですね44センチ、大きくなりましたね。そうですね、いわゆるそのジュニアクラスとしてはね、抜群にいい体をしてますね。はい、まあ、チャンピオンの大仁達氏は自分は下から上がってきたレスラー、そういった揉まれてきたレスラーの意地がある、だからこそ負けられない、まあ、それだけにこのチャンピオンベルトの価値は知っています、絶対頑張りますというふうに言ってましたね。ドラマをね、はい、本当に骨の髄にまで染み込むほど知ってるでしょうね。特にね、単身アメリカに出かけていっていろんなマーケットをですね転戦して苦労してるだけにね、そのチャンピオンベルトのありがたみというのは十分分かるはずですね。はい、さあ大仁田が強靭な首のバネを使ってジェイ・ヤング・ブラッドの攻撃をしのぎました。大仁田敦は昭和32年長崎市の出身、中学校卒業と同時に上京、全日本プロレスの入門者第1号として昭和48年11月に全日本プロレス入り、当時は16歳でした ね。本当にね、はい、今思うとまるで夢のようですね、はい、本当に坊や坊やという感じでしたがね、こんな世界チャンピオンになってからこの顔の表情というんでしょうか、はい、目が大変に険しくなりましたね。顔がこう引き締まりましたよね、はい。まあ、その後7年間全日本プロレスのマットでしごかれまして、昨年の3月初めての海外遠征、西ドイツのハノーバー大会参加、プエルトリコ、テキサス、テネシー、フロリダ、ノースカロライナ、メキシコとサーキット、本当にこのプロレスの盛んなところを回ってきましてですね、まあ、自分自身プロレスの何かがつかめたというふうに今思っていますというふうに正直なところ語ってくれました大仁田氏。マットジェイ・ヤング・ブラッドのドロップキック、早い展開です。ジェイ・ヤング・ブラッドもなかなかスピードありますね、はい、やはりね、チャレンジャーですからね、もう意識して積極的に出てますね、今のタイミングの取り方、ドロップキックなんか非常に良かったですね、はい、ショートレンジでしたけれども、このジェイ・ヤング・ブラッドは24歳、 NWA 最大の激戦区ジム・クロケットジュニア会長の膝元、ミッドアトランティック地区ではリッキー・スティンボートのコーパートナー、まあ、かつて我が日本テレビの全日本プロレス中継でですね、ミッドアトランティック認定の世界タッグ選手権なども放送したわけなんですが、あの時もリッキー・スティンボートの良きパートナーはジェイ・ヤング・ブラッドを務めてましたね。そうですね、動きが非常にね、ダイナミックですし、若いだけにスタミナも十分ありますね、はい、まあ、最近はシングルでもよく戦っているんだというふうに本人は言ってますね、はい、タッグだけじゃないですよ、さてサイドのヘッドロック、チャレンジャーのジェイ・ヤング・ブラッドが徐々に主導権を手に入れてまいりました。さあ大仁田コールが徐々に起きています。バックを取って、バックドロップ、大仁田の豪快な技、しかし技を仕掛けた大仁田も後頭を打ってますね。ちょっとね、今の仕掛け方がね、角度が悪かったんじゃないでしょうかね。なるほど、自分の頭を打ってますね、はい、そしておっと、さあカナディアンのバックブリーカー、カナディアンのバックブリーカーに行った、そしてこの後どういう風にするんだ、おっとそのまま行った、そのまま豪快に後ろに落とします、うん、これが大仁田敦が開発したサンダーストーム、あるいはサンダーファイヤーという秘密兵器の一端ですね。そうですね、そしてバックブリーカーから投げてますね、はい、コーナーマット最上段飛んだ大仁田敦がダイビングのボディーアタック、払いのきますジェイ・ヤング・ブラッド、非常にエキサイトしてまいりました今日のインターナショナルスカイジュニアフィリー級の選手権試合、エキサイトしてますね、非常にね、両方ともね、若いだけにね、はい、カッカカッカしてね、燃えながらやってますね、まあ、その辺がこの若者同士の対決というようなイメージもあります。後ろに投げ飛ばしました人間風車の攻撃、ジェイ・ヤング・ブラッド、ギロチンドロップ、なかなかジェイ・ヤング・ブラッド、チャレンジャーもいい技を仕掛けてまいります、チャレンジャーも仕掛けてまいりますね、なかなか今のところね、ヤング・ブラッド構成ですね、はい、さあチャンピオンの大仁田敦、まだやはりこの日本で初めての自分のベルトの防衛戦、まだちょっと緊張感というものあるんでしょうかね、はい、当然出てきてますね、それに比べてね、ヤングブラッドの方は非常にリラックスして攻撃を仕掛けていますね、はい、まあ、大仁田敦は常々自分が体が小さいからいかにこの体をフルに使ってやるか、ジュニアレスリングのレスリングをですね、自分は
最後まで求めていきたいというふうに言ってますね。やっぱりね、この体型ですと当然そういうこと考えますね。はい、ニークラッシャーですね。はい、膝砕きに行きました大仁田敦の攻撃です。さあ大仁田がリングの中央にジェイアングラッドを持ってきてスピリングトーホールド、スピリングトーホールドに入りました。そして足4の字固めに入ろうとする、しかしジェイアングブラッドが必死に防いでいる。大仁田敦の左足がフックすれば足4の字固めに入ります。しかしジェイアングブラッドがあっと耐えることができません。大仁田敦の足4の字固めです。これはどうですか。かなり入るのに苦労しましたけど、入ってからの形はいいですね。相当ヤングブラッド苦しそうですね。リングの中央ですね。あっとあっと体を入れ替えました。こうなると仕掛けた大仁田敦が痛い、仕掛けた大仁田敦が痛い。さあもう一回転すればまた立場は逆になります。また立場は逆になります。今度はジェイヤングブラッドが痛くなる。そしてサードロープに逃れようとしていますジェイヤングブラッド。あーロープに入りましたね、これはブレイクですね。ロープブレイクになるでしょう。レフリーの上樋口が今ロープブレイクを命じました。ロープブレイクを命じました。さあ日本での初防衛戦、通算3回目のこの NWA 認定のインターナショナルスカイジュニアヘビー級の選手権防衛なるかどうか大仁田敦であります。まだね、大仁田君の攻撃見てますとね、一つ一つはいいんですけど流れがなくてプツンプツンって切れてますね。あおっしゃる通りですね、やはり一つ一つの技にですね全神経を集中しますから、ちょっと流れが切れちゃうんでしょうかね。そうですね、スムーズさを欠いてますね。はい、さあジェイヤングブラッドが大仁田を飛ばす。おっとどうだ、ダブルチョップだ、ダブルチョップだ。ジェイヤングブラッドのダブルチョップ攻撃、チャンピオンの大仁田が倒れます。さあ大仁田どうしたという声が札幌中島体育センター届いています。おっとこれは師匠ジャイアント馬場雄三のカウンターのキックですね。それもね、はい、下から突き上げるような形のカウンターですね。さあ大仁田が何か攻撃を仕掛けようとしている。ロープの反動を利用してそのまま人間ロケット、ものすごいスピード、ものすごいスピード、人間ロケット飛べ攻撃。いやーすごいスピードですね。いやー速かったですね、正確にね、はい、どこをヒットしたのかよく見えなかったんですがね、これはね、仕掛けた方もよく用心しないとダメージがありますね。ものすごいスピードでリングを走りまして、ロープの反動を利用して人間ロケットを見せました。しかしリングの外、今度はジェイヤングブラッドがショルダースルー、大仁田敦が倒れました。いや思い切りのいい技、さすがにこの辺がジュニアレスリングという感じですね。そうですね、はい、いわゆるね、軽量リスター技と言っていいでしょうね、はい、小気味技が次から次と出てまいります。ロープ越しのブレンバスター、チャレンジャーのジェイヤングブラッドです。ロープの反動を利用してそのまま、おっとこれはトマホークチョップですね。そうですね、ダブルトマホークチョップを見せました。ジェイヤングブラッド、さすがにインディアンレスラー、チロキー族の出身、トマホークチョップを見せました。さあチャレンジャーが飛ばしているチョップ攻撃です。今の人間ロケットから試合の流れを変えてくるのではないかと思われたんですが、さすがにジェイヤングブラッドも激戦地区ミッドアトランティック地区でですね揉まれているだけのことありますね。そうなんです、今ね完全にね試合の流れがね大仁田君のものになるかと思ったんですが、変わりましたね。ヤングブラッドがねうまいディフェンスを見せましたね。はい、足を掴んでそしてバック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 ドロップ、豪快なバックドロップ、チャレンジャーのジェイヤングブラッドが見せました。チャンピオン大仁田敦が危ない。さあどうだ、カウント 2.5 ぐらい、危なかったですね、危なかったチャンピオン、危なかったチャンピオン、チャレンジャーが飛ばします。ジェイヤングブラッドが飛ばします。さあ大仁田、大仁田コールが出ているぞ、ドロップキック、体が伸びます。チャンピオンが危ない、大仁田が危ない、大仁田が危ないぞ。今のドロップキックもいいですよ、いいですね。さあ大仁田が今度は足をフックして、足をフックしてジェイヤングブラッドの攻撃をしのいでる、攻撃をしのいでる。そしてバックを取った、バックを取った、ジャーマン、ジャーマン、ジャーマン、スープレックスホールド、ジャーマンスープレックスホールド、原爆固め、逆転、チャンピオンの大仁田敦、大技で逆転、やりました、タイトル防衛。 NWA 認定のインターナショナル世界ジュニアヘビー級選手権チャンピオンの大仁田敦、王座防衛であります。見せますね、あそこで思い切った逆転技に行った、はい、ちょっとね角度が低かったんですが、
見せましたチャンピオンの大仁田敦、凱旋帰国の初防衛戦、通算3度目の王座防衛戦は豪快なジャーマンスープレックスホールド、ジェイアングラットを後ろに持っていきました。いやー見せますね、本当に全日本プロレスの彗星、若きチャンピオンの大仁田敦、大技を見せました。今そのチャンピオンベルトが大仁田敦の胴に巻かれます。いやこれから大仁田敦もどんどんですね、この価値あります NWA 認定のインターナショナル世界ジュニアヘビー級のベルト防衛してもらいたいですね。そうですね、やはりね、せっかく取ったベルトですから、はい、どんどん強敵を相手に防衛してこのベルトの価値をねより高めてほしいというのが私の願いですね、はい、やったぞというこの大仁田敦のなんて言うんですか、俺はやったぞというガッツポーズですね、ガッツポーズですね、根性をむき出しにしました24歳の若きチャンピオン大仁田敦、凱旋帰国、まず最初の日本での自分のベルト、フデベレ認定インターナショナルスカイジュニアヘビー級選手権は見事な原爆がためで防衛に成功しています。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は札幌中島体育センターから札幌テレビの制作でお送りしています。